皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、パリオリンピックでがっかりしたこと、微妙だと感じたことは何という内容です。では、早速見ていきましょう。30位は、競技において、オリンピックより注目されている大会がある。みんなの意見はこちら。それぞれの競技の中で、オリンピックよりも重要な大会がある場合もあるが、あまりその競技について詳しくないと、オリンピックへの出場資格が、とても重要視されてしまい不利益があるのではないかと感じる。29位は、好きな競技がない。みんなの意見はこちら。ソフトテニスとかソフトボールとか野球とか、あったりなかったり、マイナースポーツは、蚊帳の外だったり、面白くありません。もっといろんなスポーツに目を向けてほしいです。お金にならないスポーツにも愛を。28位は、代表にふさわしくない選手が選出されている。みんなの意見はこちら。柔道競技での外国人選手など、本来のスポーツのコンセプトや、精神性からかけ離れた行為や、過剰なパフォーマンスをする選手が注目されており、単刀直入に言うと見ていて、すごく不快に感じた。27位は、アマチュア・プロの参加の垣根がしっかりされていない。みんなの意見はこちら。金持ちだけが、選手に慣れて競い合えるということ。競技によっては、必要な道具を揃えなければ、そもそも試合にならないものがあり、そうなると、金持ちしか選手として、票に出ません。出場国に偏りが出るのは、これが原因です。ゴルフやテニスは、プロが参加するべきではないと思いますし、競技としてなくても良いのではと思います。ゴルフやテニスは、四大メジャーというツアーのタイトルがあり、選手はそちらを優先しています。26位は、メダル至上主義になっている。みんなの意見はこちら。どの選手も、今年は金メダルを取るとか何かとメダルを目標としているが、別にメダルが取れなかったとしても、好きな選手のことは応援する。むしろメダルに執着して、いつものプレーを見せてくれない方がいいや、一部の資金力のある国が、メダル争いに執念を燃やしすぎていると思います。ある日本体操女子選手の問題発覚についても、他国から日本はメダルが欲しくないのかと言われたりしましたが、ルールを破ってまで欲しいメダルとは何なのだろうか、と感じました。25位は、一部に贔屓がある。みんなの意見はこちら。不可解な判定や、ルールがあったのは事実です。オリンピックも、ある種のビジネスなので、有力選手やチームが勝ち上がることの方が、ビジネス的には成功なのかなと、ふと、オリンピック本来の楽しさを忘れて、シリアスな面に目を向けてしまう自分がいます。今回のパリオリンピックは、特に悲劇が分かりやすく多かった印象です。今までのことを、あまり知らないので、ここまで悲劇が多いのかと感じてしまい、とても残念に思いました。24位は、企業がオリンピックを利用しすぎている。みんなの意見はこちら。オリンピックは、文化交流の場でもありますので、SNS などで、選手たちが交流して、国際理解を深め、偏見を減らす助けにもなったのではないでしょうか。特に、世界が対立や分断に直面している時期において、オリンピックは、平和と和解のメッセージを発信する重要な役割を果たしていますね。企業の談合にも使われるのがオリンピック。スポーツが平等でも、企業には平等性はないと思う。金のあるところに、金が流れていくようになっているのが、目に見えてわかるし、オリンピックと同様、その時だけしか反省しない。23位は、選手村での性事情が深い。みんなの意見はこちら。これは、私も最近知ったことなのですが、そんなことが普通に行われていたなんて、ちょっと意外でした。不快というほどではありませんが、やることやってんだなという印象。滞在期間も、割と長いようですし、別に誰に迷惑かけているわけでもないですし、ある意味、私たちと同じ普通の人間なんだなというのを実感。コンドームまで支給していると知った時は、びっくりした。それを使用する機会も多いということなんだろうと思うと、応援したい気持ちもあまり出てこなかった。あらかじめこういうものを準備することで助長している感じがする。そういう行為をしたい人は全て自己責任でやればよくて、そこまで面倒見る必要はないと思う。そのお金どこから出てるの？って話。22位は、オリンピックがスポーツ選手人生を左右しすぎている。みんなの意見はこちら。オリンピック以外にも、世界選手権やワールドカップなど、世界で活躍する大会はたくさんあるのに、オリンピックしかテレビで放送されず、注目されないのはどうかと思う。4年に一度しか騒がれない競技もあるので、違和感あり。海外の選手は、金メダルを取ると、一生安定や兵役の免除など、人生がかかりすぎていて、勝利至上主義が過ぎる場面が見受けられる。
ラフプレーで相手の選手生命を犯すほどの場面が見られることもあるので、人生を左右しすぎじゃないかと思う。オリンピックに人生を捧げすぎている気がするから、メダルを取れば名誉なことであるが、その後、プレッシャーを感じて、心身ともに壊れてしまう可能性もあるから、そこまでしてまで打ち込まなくても良いと思ってしまうから。21位は、オリンピック好きな人の同調圧力がひどかった。みんなの意見はこちら。スポーツ自体に興味がないので、オリンピックが苦手というより、会話にオリンピックの話題を出されるのが苦手です。たくさん種目あって、いちいち見てられないのに、話題に出されてもなぁと思います。あたかも見た前提で、オリンピックの話題が上がることに、うんざりしております。ニュースや、その他、メディアも、その話題ばかりを取り扱い、少々くどさを感じております。強制的に見るような風潮も、あまりよくは思いません。オリンピックは見ていて当然、見てないの。非国民。と、ずーっと言われ続ける日々だから、相手が変わっても、もう見てるよね。の前提で話してくるので、特に柔道も卓球も興味ないんですよと言うと、びっくりされることにびっくりする。20位は、選手の人権が守られていない。みんなの意見はこちら。国によっては、オリンピックの成績が芳しくなければ、島流しに会うとか、いろんな情報を聞く。本当かどうかはわからないが、あくまでも一つのスポーツ大会でしかないのに、それによって、人の人生を、そこまで残酷にさせるのは許せない。メダルが期待されていたのに、取れなかった選手に対するバッシングがひどいと思う。特に近年は、ネットでのバッシングもできるようになり、選手たちへのプレッシャーがひどすぎる。オリンピックを扱うメディアは、同様に同様の時間のパラリンピックを扱ってほしいと思う。多様性を唱える時代なのに、メディアは健常者ばかりのニュースを扱う。これもおかしい。健常者障害者の区別をしてはならない。19位は、にわか芸能人がうざい。みんなの意見はこちら。普段はスポーツなんて何も見ないし、下に見ているくせに、ここぞとばかりに出しゃばってくる芸能人が、本当に嫌いです。自分が売れるためなら、何でもする姿勢が気持ち悪くて嫌です。取材と称して言っているなら、まだしも、映りたくて。芸能人の旅行として、SNS に上げるため、と思ってしまうくらい。まあ、一般人には、羨ましいだけのひがみかもしれませんが、現地で見たいスポーツを愛してる人はいるのになって思ってしまいました。もともと、アスリートだった人は良かった時やけど、たまたま見た、クリームシチュー上田がはしゃいでて、本当にうるさかった。それから、フジテレビの倉田アナの真夏の大冒険、の次にいいこと言ってやる。と、前のめりな金メダルに恋した14歳を見ちゃって、最高に気持ち悪い。オリンピック前までは、全くその競技について語っていなかったのに、急に上から目線、詳しいふりをした態度、全くスポーツを分かっていないコメントが多すぎる、不快以外の何者でもない。18位は、プレッシャーをかけられすぎる選手がかわいそう。みんなの意見はこちら。ネットでの選手への誹謗中傷のニュースが取り沙汰されて、それが注目されているのにも、嫌悪感があるし、そもそも国を背負っているかのような選手への過度の期待にも、疑問を感じる。メダルを取れなかった選手への、心ない言葉が嫌です。今は、ネットで誰しもが簡単に言葉を書き込めます。オリンピックでは、選手に対する誹謗中傷などの対策をしてほしいです。パリオリンピックの体操女子の、宮田笙子選手の飲酒と、喫煙の問題も、宮田笙子選手に、相当プレッシャーがかかっていて、飲酒や喫煙という行動を起こしてしまったのではないかと、自分の中では考えています。一過性のもので、ちやほやちやほやマスコミはするが、やりっぱなし。それは、すべての競技に共通するのかもしれないが、現役を引退して、プライベートが思わしくないものへの制裁がひどすぎると思う。17位は、競技への注目度の差が激しい。みんなの意見はこちら。メディアでの取り上げられ方の差が激しく、人気競技の人気選手だけがもてはやされているのも、嫌悪感がある。また、地上波のテレビでは、オリンピックを全局挙げて応援する雰囲気を作りながら、人気ではない競技については、結果すら伝えないのもどうかと思う。あまり有名ではない競技は、メダルを取れば注目されるが、そうでないと、ニュース番組であまり触れられていない気がする。すべての競技を平等に放送欲しいと思う。選手がかわいそうに感じる。柔道やレスリング、体操など、日本がメダルを期待できる競技は、非常に注目度が高く、スポーツ番組や、情報番組でしつこいくらいに取り上げられるが、自転車や、カヌーなど、マイナー競技に関してはいつ行われるのかもわからないくらい注目度が低く、メディアでもほとんど扱われないのが、不公平に感じます。日本中が注目しているような種目がある一方、
誰が出ているのか全く不明となっている種目もあり、熱量に差を感じます。選手たちも気の毒だと思うし、見ていて気持ちの良い現象ではないです。16位は IOC が殿様商売的対応をしている。みんなの意見はこちら。 IOC が金儲け至上主義に傾倒しているように感じてなりません。なぜ北半球で夏開催にこだわるのか。アメリカ、ヨーロッパのメジャースポーツがその時期はあまりやっていないからであるのは明白です。オリンピックを金儲けの道具にしてほしくない。オリンピックの価値と資金力が大きく、オリンピック委員会が強い権限があるのかわかりませんが、外部の意見などを無視して利益優先な感じがするから、オリンピックはあまり好きではありません。バッハ会長に不信感があります。お金に執着しすぎていると思います。見ていても平和の象徴という感じがこの数年はしません。お金をかけすぎている感も否めません。この方が会長になってからあまり良い噂を聞いたことがないです。ある程度スポンサーの資金がないとダメなのはわかりますが、スポンサー料金が高額になっているのもおかしい話です。開催することと金集め以外に IOC は考えていないことが、前回の東京オリンピックで感じたこと。オリンピックは選手のためのもの。事務局や協会は裏方で表出てくるようなものではないと思う。開催するのがそんなに偉いのか。汚い金を得るチャンスとしか捉えていなさそう。各国で接待を受けているような報道もされており、不愉快に感じる。日本での再度のオリンピック開催を期待しているようなコメントもあったが、もう日本での開催はしないでもらいたい。15位はオリンピックが商業化しすぎた。みんなの意見はこちら。オリンピックを行うことはいいものの、環境があまりにも整っていない状況での開催に毎回不満を感じます。さらに他国から人がたくさん来るので、感染症などのリスクの向上や、とにかくお金がかかるので、その負担を税金で賄うと考えると、なぜ国民がそこまで負担させられるのか、不満だらけだからです。スポーツが発展し記録を更新していくため、スポーツとして存在するために商業化は必須であり、商業化が成功したことにより何年も続いているが、最近は過剰であり、スポーツのための商業化ではなく商業化のためのスポーツとなっている。オリンピックはいつの間にか競技においても商業的になっていることは問題だと思います。誘致することで国側が得られるメリットはある程度やむなしだと思います。しかし卓球の試合の開催時間が中国のゴールデンタイムになってていることなどは問題だと思う。オリンピックの開催に必要な経費が高すぎると感じているから、財力がない国では開催できない点がどうかと思う。スポーツというよりも金儲けの側面の方がどんどん大きくなってきていると感じるから、毎回の招致騒ぎが本当に不愉快。また個人的なことだが、北海道に住んでいるので、先の東京オリンピックでマラソン会場として札幌が決まった時、東京のアナウンサーや芸人たちの態度が失礼すぎて思い出したくもない。14位は話題がオリンピック一辺倒になる。みんなの意見はこちら。スポーツが嫌いな人にとっては本当にテレビがつまらなくなり不快です。一曲だけなら良いですが、全番組が同じような映像を何回も見せられるのは本当に嫌です。それも2週間なのでとても辛いです。専門チャンネルやニュース番組内のスポーツコーナー内のみにしてほしいです。オリンピックが開催されるとニュース番組ですらオリンピックの話題ばかりになるのが嫌ですね。普通にニュースだけ見たいのに、興味のないスポーツ部分のところに時間だけ取られる感じで嫌です。競技映像のテレビ放送は好きだが、競技終了後に選手をスタジオに呼んで番組をやる意味がわからない。番組を回すアナウンサーや芸能人、コメンテーターの言うことが失礼なもの、トンチンカンなもの、浅いものがあるといたたまれなくて見ていられなくなる。毎週楽しみにしている大河ドラマやバラエティ番組が放送中止になってしまったり、朝のニュース番組もオリンピックの話題で時間が圧迫されてしまうのが不満でした。みたい、人だけが見るシステムだと良いのですが難しいですね。質問1と似たような答えになりますが、やはりその期間はオリンピックの話題しかなくなり、日本の政治問題などがその期間雲隠れする印象なので、メディアはもう少し平等に話題を取り上げてほしい。13位はオリンピックを開催するメリットを感じない。みんなの意見はこちら。選手たちにとっては目指すべき大きな目標だが、
コロナ禍が続く中でマスク意識等が薄れ始めた時に、大きな感染抑止キャンペーンもなく有観客で大規模イベントを行うことが良いとは思えないから、東京オリンピックの時もそうでしたが、時と場合を考えて開催してほしいですね。スポーツの祭典なのはわかりますけど、興味ないのに盛り上がっていて、災害とかそっちのけでやってますからね。いまいちオリンピックに対して興味がないので、理解が足りておりませんが、オリンピックを開催した際のメリットが、いまいちわかりません。他国からの集客もでき、開催国のアピールもできるとは思うのですが、トラブルの方が多いように感じます。オリンピックは国を挙げて応援すべきものみたいな感じだが、メダルを何個取ってくれたとしても、私たち一般人の暮らしは良くならない。なのに、血税はたくさんこれに使われている。サッカーやバスケットボール、野球、水泳、陸上等は、主にオリンピックでなくとも大きな大会がありますので、あえてオリンピックでやる必要はないと思います。オリンピックよりも盛り上がります。サッカーならワールドカップ、アメフトならスーパーボールや、水泳な世界水泳、陸上なら世界陸上とかもありますので、オリンピックをやる必要性は全くないと思いました。東京オリンピックの時にも感じましたが、オリンピックは資金がかかりすぎます。開催する国の負担になっているように感じます。かといって、今回のように経費削減を選手に押し付けるのもどうかと思います。どこも利権が絡んでいるのかと疑ってしまいます。12位は開会式が微妙。みんなの意見はこちら。開会式をはじめとして韓国の名前を呼び間違えたり、国旗を間違えたりするのが嫌でした。私は韓国人ではありませんが、他国の名前を呼び間違えるのはどうかと思います。日本のこともジャップと略していたのも嫌です。もっと他国に敬意を持ってもらいたいです。花の都、パリだのを高く止まっているフランス人が、点で嫌になった開会式だった。青色に塗った男は、最悪、後ろにいる、LBGT を前面にした、黒いパンツを履いた男は、局部を出している画像が上がっていた。少し見ただけですが、マリー・アントワネットのシーンは、悪趣味だと感じました。全身を青く塗った男性も、正直なところ、気持ち悪かったです。私は、キリスト教徒ではありませんが、宗教を揶揄するのも好きではありません。どの開催国でも、開会式への力の入れ方は、金銭、時間ともに力の入れようが大きいことはよくわかるが、それにしては、結果的にそれほどすごいなと感じる開会式は、あまりない気がする。開会式の演出が、よくわからなかった。日本とは違う国だから、文化的な違いもあるだろうし、フランスは美術関係も有名な国だし、独特の文化もあるのかもしれないが、首切りの演出は意味がわからないし、不快ですらあった。スポーツの世界大会であるオリンピックだが、開会式は派手であり、お金をかけているのも違和感がある。オリンピックの主役は選手であり、スポーツの大会なのだから、そんなにお金をかける必要はあるのか疑問。11位は国際情勢が関与している。みんなの意見はこちら。一部の国の選手や、それらの選手に対する待遇や、対応の内容に差があることがあり、平和の祭典とも言われるイベントで発生する事象に、あまり納得できず、楽しめずに悪い印象がついてしまった。開会式や閉会式での演出への炎上など、純粋にスポーツを競い合って楽しむ以外の部分が多すぎて、報道を見ていても疲れてしまいました。国際情勢が絡むので、選手がかわいそうです。スポーツの大会であるが、世界情勢があまりにも影響していると感じるから、また、開催国の PR が優先され、選手への対応がないがしろにされている部分があるため、国同士の関係が選手の行動にも影響を与えるから、スポーツは選手同士の戦いの場なのに、国と国が戦っているような気がします。それぞれの国にメリットになることはないかと、政治家が考えているような気がしました。あくまでスポーツとしてみたいです。オリンピックは平和のための祭典であるはずなのに、国際情勢に翻弄され、主に西洋側のスタンスが敷かれ、選手が翻弄されているのが嫌だ。商業化のための祭典なら、これでいいのだが、平和のための祭典を歌うのであれば、平和のためにもっと活動をしてほしい。温暖化対策で全て片付けられている点が不快でした。オリンピックはスポーツを楽しむ場であるので、温暖化の主張等を盛り込むべきではない。また、選手村の食事も、ビーガン等一部の人への配慮が行き過ぎで、肝心のアスリートファーストとなっていないと感じた。10位は選出されている正式種目が微妙。みんなの意見はこちら。ルールが分かりにくいものが多い印象がある。スケートボードと何がどうすごいのかが、いまいちよくわからなかった。
競技を放送する際は、事前にある程度は、競技のルールを説明する必要があるのではないかと感じたから、正式種目が採用、不採用が毎回コロコロと変わり、それによって、選手たちも振り回されているのはどうかと思う。しかも、その採用に関して、開催国や、力のある一部の国に対しての忖度が見えるのもどうかと思う。昔からかもしれないが、ヨーロッパ勢がメダルを取れる競技を採用し続けるのはどうかと思う。競技人口が多い競技から採用するべきだと思う。または開催国の国技を入れたりしても面白いと思う。 IOC の判断で競技種目が入れ替わることが近年多くなってきています。長年オリンピックで金メダルを取りたいと思って競技を続けてきた選手にとっては誰かの利害で短絡的に種目変更が行われるのは良くないと思います。良さがよくわからない詳しい人もそれをうまく解説できない競技が散見されます。東京では空手の型、今回はブレイキンなどわざわざ国際的な大会であるオリンピックに選出する必要がない競技があると思います。採点方法が審査員の裁量に委ねられるブレイキンが正式種目になったのも納得がいかないし、遊びの延長にも感じられるスケートボードが選出されるのも不可解です。また野球やソフトボールなど日本に有利な競技が正式種目に選ばれないのも意図的なものを感じてしまいます。9位は汚職事件等ダークなイメージがある。みんなの意見はこちら。東京オリンピックにおいても汚職事件などがあり、特定の企業や団体、政治家が得をするだけで国民にとっては迷惑なイベントというイメージが強い。今後は他国で開催してほしい。東京オリンピックでも汚職事件に関して取り上げられ、自分の中でそのイメージが定着してしまったから、そのためどの国でもそれは起こっているのだと思わざるを得なく、パリに関しても今後次々と出てきそうだから、前回の東京オリンピックで発生した収賄事件の内容がひどすぎる。あれはまだ氷山の一角で、まだまだ汚い政治やお金絡みの事件があると思っている。オリンピック協会の会長がコロナ禍で東京を散策している姿も常識がないと思った。たった2週間ぐらいのイベントにお金をかけすぎだと思います。必要以上にお金をかけて裏で得している政治家がいることが問題。誘致するための裏工作が表に出ていて腹立たしいです。開催国によっていろんな種類の汚い話が多すぎます。開催国になるためオリンピック委員会への裏金や関わりたい企業がお金をばらまいた話など聞いているだけで胸クソ悪くなるので苦手です。オリンピック委員の一番偉い人の態度があまり好きになりません。態度がでかすぎるイメージしかありません。実るほど頭を垂れる稲穂かなぐらいの謙虚さが求められるのではないでしょうか。2021年の東京オリンピックだけでも賄賂などで当時のオリンピック責任者が多く辞任することになった。スポーツを純粋に楽しみたいだけなのに、オリンピックが終わってからは残念なニュースしかない。8位は本当の意味の平等がない。みんなの意見はこちら。他にくくりがないから致し方がないと理解はするのですが、国ごとのトレーニング等の選手によらない差が大きいのではないのかと思うため、先進国のメダル獲得の多さに悶々とする。パリ五輪でも先進国はエアコンの持ち込み、ホテル泊など平等ではない。特に今年は平等性が保たれていない大会となりました。オリンピックには発展途上国や戦時下にある国地域、社会情勢を理由として十分な支援が受けられていない選手が出場していますが、ただの先進国が自分の力を見せつけるだけの競技大会になってしまっているのが残念です。他国に正当な理由なく侵攻された国の選手は何人も死に、生き残った人だけが出場できている。侵攻した側の選手も何らかの手段で出場できている。欧米以外の国が強くなるとルール変更される。柔道団体のルーレットの一件などどうしても不公平ではと思うシーンがいくつかありました。そしてそれに対して X 等でうぞうむぞうがああだこうだという様子も含めて不快になりました。審判もそうだが、平和の祭典というには国や地域、人種間の違いで悲劇が見え見えで、見てて正直良い気持ちにはなれなかったので、国代表というのは現代においては無理があるのではないかと思ったから。世界的に多様性が叫ばれる昨今ですが、黒人や LGBT の人たちのみに向けられているものだと思います。特にそういったことを推し進めている欧米がアジア系を軽視しており、パリオリンピックでもポスターにアジア系がほとんど使われないなど物議を醸しました。
どこまでか知らないけど、フランス有利なジャッジがすごく多かったと聞いた。かつ、ベッドも食事も、選手村から遠い会場など、モチベーションは上がらないようなとは思っていた。7位は、無理やり盛り上げようとしている雰囲気がある。みんなの意見はこちら。普段あまり注目していない競技や、ほとんど報道されない競技も、オリンピックの時だけは、注目されていて、違和感を感じる。日常的に、もっと多くの競技について知る機会があれば、もっとオリンピックを楽しめると思う。年々、オリンピックに対する感動が薄れていく。開会式など、とても感動したイメージが強いが、東京五輪もめちゃめちゃに文句を言われ、パリ五輪も最悪だった。子供たちが目にする、パブリックな五輪を、あんなイメージで作るのは良くない。あまり興味がないので、無理やり盛り上げようとしている雰囲気を感じてしらけてしまう。儲かるコンテンツだから、盛り上げたいのであろう事情が透けて見えるのに、感動をゴリ押しされるのが苦手。興味のある人だけではなく、そもそも、スポーツ観戦自体に、あまり興味がない人に対しても、オリンピック期間は興味を持たせようとして、芸能人のサポーターを起用したりして、過度な盛り上げ方をしていると感じる。東京オリンピックの時もそうであったが、国民全体が前向きな考えでもない中でも、強行突破気味に進行したりすることも多く、また、それらに関する問題も、多く散見されて、楽しめなかった。各放送局の視聴率合戦のような感じで、オリンピックが始まる前から、必死に盛り上げて、ない話題をわざわざ創出するような、ひどい演出も多くて見ていられませんでした。スポーツ中継は、淡々としているべきだと思っています。客味がない人も、日本人として見ろ、と、無理強いされる空気が苦手です。多様性を重んじる時代ですし、このあたりは意識する必要を感じます。見たい人が見るもので良いと思います。6位は、メダリスト以外が称賛されない。みんなの意見はこちら。メダリストばかりが注目されている状態がかわいそう。メダルが取れるかどうかしかスポットが当たっておらず、そこまでのステップや努力などは無視されているのが悲しく感じられる。どうしても何かしらのメダルを取らないとダメみたいな考えの方が多く、その背景には誤審だったりで、決して結果を残せないことが悪いことではなく、演技の中でも良い場面が多いのですが、メダル獲得できないと国の恥みたいな考えがあるからです。番組もメダルを取った人のみを特集するなど、メダルがなくとも活躍した人も多いのに、バッサリ切られているようで、残念な気持ちになります。基本的に、メダリストの方だけが、その後のテレビ出演されることが多いと思います。やはり、スポーツの世界は、実力主義なのはわかりますが、表彰されなかった方も、もう少しメディアに出してあげてほしいです。オリンピックが開催されると、テレビやネットで、これまで獲得したメダル数が伝えられます。特に、金メダルを獲得した選手は、プライベートな話題から練習してきた様子まで特集されるのに、陸上など、日本人選手には、メダルが厳しい選手の話題は、ほとんど触れられないのが腹が立ちます。結果が全てであることは、間違いないと思います。ただ、競技によっては、入賞や予選通過でも、その選手にとっては、ベストの成績であったなんてこともあると思います。メダルだけを追い求めすぎるのは良くないと思います。オリンピックを目指す選手は生活すべてを捧げているわけで、メダリストしか称賛されないのは悲しい。オリンピック選考大会や予選が短時間しか放送されてないので見る機会が少ないが、もっと地上波で放送してほしい。メダルを取れないと話題にもならなかったり、SNS で誹謗中傷されたり、選手が気の毒に思える。金メダルが全てなのが現実で、それが勝負の世界なのだと理解しているが、なんとなく苦手。オリンピック後はメダリストだけを集めた会見や取材が行われますが、ここまで差をつけなくてもいいと思う。努力してきたことは確かであり、メダル至上主義に感じられます。5位は、メディアがオリンピックの報道ばっかりになる。みんなの意見はこちら。オリンピック期間にテレビをつけたら、どこをつけてもオリンピックだらけになり、延長とかになっても、オリンピックを優先され、もともとそこまでスポーツを見ない身としては、かなり苦痛な期間です。そういった方もいると、理解してほしい。オリンピックにそれほど興味がないのに、テレビの番組も、メディアの話題もオリンピックばかりでうんざりする。他にも報道すべき話題はたくさんあるはずなのに、メディアが楽をしようとしているように思えてしまう。オリンピックの開催自体が悪いわけではないけれど、テレビなどがオリンピックのニュースばかりになり、しかも注目されている選手が出場している競技ばかりが、
繰り返し報道されている気がするため、好きな大河ドラマも何もかもオリンピックありきになるから、わかってるから我慢するけど、好きな番組がまとめてなくなる曜日は悲しい。みんながオリンピック好きなわけじゃないのに、ニュースがオリンピックばかりになる。多少はオリンピックの話題もあっていいか、別の必要な情報も欲しいと思った。また、オリンピックの放送に合わせて、毎週楽しみにしていた番組が、放送中止になったりと、そこまでオリンピックに染まらなくていいのにと思った。何でもかんでもオリンピックの話題を報じれば良いというわけではないのに、一辺倒になりすぎています。パラリンピックにも、同じだけの時間を割いてほしいな、と思います。オリンピック期間の間、他の事柄よりもオリンピックが優先され、他の事柄やニュースの割合が減っていくから、始まる前は散々批判をし、始まると批判には目をつぶり、選手のことを放送するメディアを通して、世間に手のひら返しをされているように感じ、不快。オリンピックが開催中にも、国際情勢は常に変化しているので、そちらの方が重要だと思います。それなのに、ニュース番組は、オリンピックのことばかりの放送になり、他のニュースがおざなりや、短くなったりするのは良くないと思いました。あと浮かれすぎると思いました。一度放送すれば、良いものを、何回も同じ映像を流すのも、時間の無駄なので、苦手ですし嫌いです。4位は、性別問題についてちゃんと対応されていなかった。みんなの意見はこちら。ジェンダーの問題は、難しいところではあるが、身体能力が男性的であるのに、女性部門に出場して、勝たれた方がいたと知った。多様性を尊重する世の中になることは素晴らしいが、本当の平等とは、何か疑問に思った。性別問題は、この先も出てくるので明らかにすべきで、それをしなかった運営は、今後のことを一切考えていないのかなと、勘ぐってしまったから。それこそ、生物学的に、ホルモン的にどうかで考えてほしい。女子ボクシングの性別問題、染色体の規定をはっきりさせて、それでも参加するかどうかを、選手の判断に委ねられるべきだと考えます。早めにきちんとルールを確定させておくべきと考えます。体は男だけど、心は女という人が、女性として出場して、相手をフルボッコにしたみたいな話を聞きました。そりゃそうでしょう。男女で筋力量が違うから、性別で分けてるのに、心の性別で分けたら意味がないです。トランスジェンダー選手に関するガイドラインを策定していますが、その基準が曖昧で、例えば、トランス女性が女性カテゴリーで競技することが許される場合、公平ではないと思います。IOC がなぜそのような対応をしたのかは不明だが、XY 染色体を持つ選手が女性として出場しており、相手選手が危険にさらされていた姿を見て、適切な判断ではないと感じた。ボクシングで生物学的に男性の出場が許可された問題で、心は女性だとしても、どうしても身体能力では男性の方が有利で、女性は不利になってしまうし、大きな怪我に発展する可能性もあるため、今回出場させたのはどうかと思ったから、今後については要検討するべきだと思う。ボクシングでは2名の選手に疑惑がかかりました。見た目は明らかに男の選手が女性として出場していました。世界選手権では遺伝子のレベルで性別検査で不合格になったにもかかわらず、オリンピックには出場できたのはおかしいと思います。また多くの競技で男の子と思われる中国チームの女子選手がいたことがあまり話題にならないのが不思議です。性別検査を厳格に行えば、こういう疑いはなくなると思います。3位はフェアじゃない場面が見受けられる。みんなの意見はこちら。柔道でフェアじゃないと感じられる場面があったから、フランス人のアジア人差別の考えや風潮が感じられる場面、部分が多々あったため、判定などで不透明な部分があって、フェアじゃないと感じたため、柔道などで不可解な判定がいくつかありました。開催国に有利になることがあるような気がしました。審判も人間なのである程度は、会場の空気などに飲まれてしまうことも理解できます。なので、早い段階で AI の導入をしてもいいと思います。今回のパリオリンピックでは、柔道競技で審判不平等さが目立ちました。日本でも力を入れている柔道で、あからさまに日本選手への当たりが強かったと思います。不平等なスポーツは面白くありません。審判の判定が一貫性を欠いたり、ミスがあったように感じました。特定の国や選手に有利な条件が整えられていると、選手や観客にとって不公平と感じられる場面があると思います。人間の好み判断が入る競技では、あからさまにおかしな評価がされることが多く、明らかに賄賂が絡んでいるとしか思えない場面が多く見られる。
フランス大会のスポーツクライミング女子では、特定の背が低い選手が届かない設計をするなど、おかしな運営は見ていられません。森選手の身長問題で、これはフェアじゃないと思ったから、新しい競技なので、しっかりルールを決めて、競技が発展してほしいと思っていますので、国際基準を作った方がいいと思います。今回のオリンピックに関して、ところどころフェアではなく、人種差別のようなものを感じる場面が、多々ありました。審判であったり、競技に関して、公平性が保たれないようであれば、なおさらオリンピックを行う意味がないと感じます。日本が学んできたような、スポーツ精神は、世界では通用しないことが多いなと、オリンピックのような世界大会を通じて実感させられます。それぞれ事情があるでしょうから、あれこれ言うつもりはありませんが、やっぱり残念です。柔道の審判レベルを上げましょう。審判をしっかり育てていきましょう。柔道にもビデオ判定やチャレンジ制の導入を考えてほしい。フェアなジャッジをお願いします。もっと面白くなります。2位は結果を出せなかった選手への世論がひどい。みんなの意見はこちら。結果を出せなかった選手へのバッシングや悪口などがすごく、観客側の意見がコロコロ変わりネットでは叩かれてしまったり、良くも悪くも国民性が露になってしまうように見受けられます。メダル候補の選手がメダルを逃したりすると、SNS などで誹謗中傷が多く、選手はプレッシャーもある中で全力を出して頑張っていると思うし、負けて悔しいのは選手自身が一番思っていると思うから、選手に対する誹謗中傷はぜひやめてもらいたいと思います。今回のオリンピックでもいろいろと誹謗中傷がありましたが、オリンピック委員会においては、今後はここの対応も必要不可欠になってくるでしょうね。平和の祭典のはずが、分断や憎悪を高める場になっているとすら感じてしまいます。以前からもそうですが、SNS で匿名をいいことに言いたい放題言っている人が、多すぎると思いました。ミスした場面など、一場面を切り取って、その部分だけで評価したり、最悪死に追いやってしまうような、身勝手な発言をする人が多いことが理由です。普段はオリンピックは愚か、スポーツをやることも見ることもない人たちから批判非難の声をかけられるのは本当に気の毒です。特に著名人の発言は本当に無理だなと感じます。特に今大会はこの傾向が強いように感じました。選手も人間ですし、国を背負ってものすごいプレッシャーの中で競技に臨んでいるはずです。好き勝手にサンドバッグにしていいはずがありません。なぜあんなに頑張っている選手をバッシングできるのか、神経を疑ってしまう。ニュースで見るが聞いていて、不快と悲しさが溢れる。選手のことを思うと辛い。毎回、こういう人がいて、残念に思う。誹謗中傷があまりにひどくて見ていられないと思います。選手は、ストレスの裁き口でも、鬱憤を晴らすものでもない一人の人間なので、そこを分かっていない人が多すぎて、恐怖すら感じるからです。オリンピック出場のために人生を捧げてきた人は自分が好きでやってきたのだと思う。とはいえ他人がその選手の努力を踏みにじっていいものではない。特に SNS の誹謗中傷は規制されなければいけないと思う。1位は誤信や不可解な祭典がある。みんなの意見はこちら。パリオリンピックのサッカーの細谷選手のゴールがオフサイドで取り消しになったり、柔道などを見ていてどう見ても誤信ではないかと思えるようなところも多く、審判の判断に疑問を持つところが多かったから、今回のパリオリンピックでは特にバスケットボール男子の審判の偏った判定や、柔道男女混合団体の最後のルーレット、スポーツクライミング女子の課題設定で明らかに届かないところにスタートが設定されていて、日本代表の選手がメダルを逃したことなどフェアでない部分が多すぎた。今回本当に多かったです。柔道のリネール選手ルーレットといい、各種目見ても審判の質なのか、フランス開催だからだったのか、誤審が多く不可解ジャッジすぎました。今後嫌いになりそうです。自分はバスケットボールが好きで、男子バスケの試合を見ていたが、日本対フランス戦で、日本がアンスポーツマンライクファウルを取られたり、ラストでシュートファウルを取られたりした。これは、さすがにダメかなと思う部分もありつつ、ファウルに納得できないプレーもあった。以前からあまり好きではありませんでした。日本がメダルを取ると、日本人に不利になるように、ルールを変更してくるのが、不平等で嫌でした。今回もバスケや柔道で日本に不利になる判定があり、腹が立ちました。特に今回は柔道やバスケットボールなどで不可解な審判の判断や誤審と思われる事例が散見され、勝つためには手段を選ばないようなイメージがあり、選手がかわいそうだと感じる。オリンピックでは人生をかけて出場している人もいます。
1.1 秒で順位が変わってしまうので、人間の目だけでは判断ができない。もっと AI による審判を進めてほしい。人間の判断だと、不平不満が出ると思う。柔道での疑問となるデジタルでのルーレットや、それ以外の競技でも、国などによる有利不利や、意図的な審判の差に、不満を感じた。前提として、オリンピックに採用される競技は、西洋に有利になるよう調整されているのも不満。開催されるたびに指摘されていると思う。特に柔道。世界大会なので、全員が 100% 納得いくようなルールにしてほしい。人によって、基準が変わるのはおかしいと思う。誤審はあってはならない。今まではあまり感じなかったものの、今回のパリオリンピックで、柔道の他誤審や、不可解な基準判定が多く、自国を勝たせるためだと、思わざるを得ないから、安心して競技を見ることができず、モヤモヤが残ったため、特に、採点競技や、判定のある競技は顕著ですが、審判の質が低すぎます。過去には、ボクシングで実際に不正があり追放された件もあったため、パリオリンピックでも、そういった不正があったとしても、驚きはないです。特に今回に関しては、誤審やルーレットなど、明らかに開催国が有利になるようになっているような、不明点が多くて、とても残念でした。過去にも同じように誤審で負けになってしまったケースもあったようで、何年経っても変わらない部分が残念でした。柔道では、明らかに誤審と思える判定が続出した。さらに、開催国、フランスに優位になるような判定が多く、見ていて興ざめしたから、ホームの声援で、アドバンテージはあると思うが、明らかに不可解な判定は是正されるべき。スポーツを楽しく観戦する上で、誤審や意味不明な判定があると、楽しめなくなるから、また、ストレスを感じることにもなるし、その後も、試合を観戦し続けようとは思わなくなるから、今回に関して、誤審騒ぎがひどかった気がする。日本以外の国びいきで、五輪を見たことがないから、日本びいきと他国では話題になっているのかもしれないが、あまりにマスコミが誤審と騒ぎ立てるので、あまり競技を見てない人間にとっても、非常に不快だった。どの競技においても、国家間の政治情勢や人種差別が関与していると思う。得点が入るスポーツは、実力差がはっきりと現れ、公平性がやや保たれているが、柔道など、人の目で採点するものは、明らかにおかしい結果が散見される。今回は誤審が多かったと聞きます。審判は人間なので、少し自国に甘い判定を下しやすいと聞きます。あとは、嫌いな国には厳しいとか、もっと複数の国から審判を集めて、公平なジャッジをしてほしいです。特に柔道では、日本人選手にとって、誤審とも取れる判定をはじめ、不利な判定が多く見受けられました。また、混合団体のデジタルルーレットの公平性も、怪しく感じたし、ブレイキンの採点方法も、全く理解できませんでした。誤審が多すぎというか誤審するなら、すぐにやめさせるくらいにしてほしいんじゃないかと思う。今は、映像技術も進んで、だいぶ誤審減ってきてると思うが、怪しいものは、怪しいわけでそういう人を採用しちゃうのが良くないと思う。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価、よろしくお願いします。それでは、またお会いしましょう。